はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みつもです。はい、今回の動画ですけど、感想動画です。仮面ライダーとか、仮面ライダーとかのやつですね。仮面ライダーとかスーパー戦隊とか、ポケモンとかの話ですね。で、ざっくりポケモンです。いやー、いろいろとごめんなさい、抜かしておるので。いろいろありましたってことで、皆さんご了承ください。でも、前の回はサトシの仮面が進化したので、よかったですねっていうしかないですね。って感じです。かなり空いてるので、すいません、記憶が だいぶ忘れております。2つ目は、キラメイジャーと展開者ですね。最終回を見たので、まず、キラメイジャーの方。友達かな、忘れちゃったけど、最終回の。こういうこっちなのって言いましたけど。まあ、いい感じで、涙がうるってきたっていう感じですかね。まあ、そんな感じです。で、展開者の方はですね、1話から3話見てますけど、すごいですね。全開ジャーらしさが出てていいですね。で、仮面ライダーセイバーですけど、セイバーの感想は、特に言うと、わけがわかんないです。パステルの正体がエキトールだっていう、のが分かったとき、俺一瞬、って思いました、とさっていうオチです。来週からちゃんと動画を撮影してあげますので、皆さん、本音グダグダになりますけども、よろしくお願いします。ということで、動画を締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。